からたく仲間を見た。通い慣れた道に迷い込むこの頃、闇がもう一人の自分を作る。乾いた叫びがくじけそうな胸を突き刺す。君を誘って世界を見たいな。何としてもこれだけは、この千杯だけは守らねばならん。退屈なのだ。わかるかそんなもん。勝手にゴミと遊んでろ。行くぞ。お前らは虚しさを感じないのか。毎日毎日同じような学園生活、いい加減うんざりだぜ。そう、あんた十分楽しそうに見えるけど。違う、俺が求めるのはもっと激しい青春だ。例えば日本壊滅、恐るべき天変地異の末に滅亡した日本を、この俺の手で真の楽園に作り変える。その暁には本田、お前を総事員に任命してやる。暗黒さ、やだよ、やめてよ。ケチケチすんなよ。たかが500円の勝負だろうが。どうなんだ。僕にはできないよ。あれ、うちのクラスの井森くんじゃない。いじめてんのは隣のクラスの悪どもだな。ルールは簡単、この下の庭にある鉢に500円玉を入れた方が勝ち。両方とも入らなかった場合は鉢に近い方の勝ちだ。俺から行くぜ、どけ。よし、惜しかったぜ。ほらイモリ、おめえの番だぞ。あの、僕は代わりにやってもいいかな。ユウギ君、俺に勝てると思うならやっていいぜ。ありがとう。あんなんで鉢まで届くかよ。何？こんなのまともじゃねえよ。やり直してな。ルール違反はしてねえぜ。遊戯の勝ちだよな。間違いない、この目ではっきり見たぜ。分かったらさっさと帰りな。すごいよ遊戯くん。いや、大したことないよ。さすがゲーム屋の息子だよ。力任せじゃないところがクールね。遊戯くんってゲームなら何でも得意なんだろう。本当にすごいよ。僕なんか何の取り柄もなくって。そんな、僕も遊戯くんみたいになりたいな。ジョージくん。遊戯、悪いことは言わねえ。あいつにだけは近寄るな。どうして。はっきり言って暗すぎる、ジメジメしている。近寄っただけでカビが生えるぜ絶対。遊戯くん、今朝はどうもありがとう。人に助けてもらうなんて初めてのことだから、嬉しくて嬉しくて手紙だけでは言い表せません。お礼というか、このお付き合いできたチャンスに僕の秘密の基地を見せてあげようと思います。秘密の基地。
迷惑だったかな。どうせ僕なんかといても楽しくないだろうし。そんなことないよ。本当。こんなとこに秘密基地があるの？見てて。あ、すごいんだね、イモリくんちって。地下室まであるんだ。ここが僕の秘密基地なんだ。いつもここに一人で来るの？うん、ここにいれば誰かにいじめられることもないし安心できるんだ。あ、へえ、イモリ君もゲーム好きなんだ。遊戯君の前で恥ずかしいんだけど、うちはね、先祖代々ゲーム好きばかりで、大金をはたいて珍しいゲームを集めたりしていたらしいんだ。でもみんな一人でやるゲームばっかりだ。本当に友達がいないんだな。ねえ、遊戯くん、実はお願いがあるんだ。よかったら友達になってくれない？もちろんだよ。二人で一緒にゲームをしよう。何もそんな泣くこと。嬉しいんだ。生まれて初めてできた友達だもの。そうだ、遊戯くん、友情の印に君にいいものを見せてあげるよ。いいもの？うちの家宝、とっても珍しいゲームらしいんだけど、まだ僕も見たことないんだ。遊戯くんと一緒なら絶対見ることができると思うよ。世界に一つしかないゲームなんだって。世界に一つしかないゲーム？ゲームの隠し場所だけは分かってるんだ。へえ。こっちだよ、遊戯くん。あ、うん。ここだよ。この扉の向こうに幻のゲームがあるはずなんだ。取っ手のない扉なんだ。一緒に押してみようよ。うん。あ、ダメだ。びくともしない。やっぱりダメか。あ、これは。どうなってるんだ一体。この扉の向こうに何が、もしかして。え、あ、やっぱりこの扉自体がパズルになってるんだ。で、これでどうだ。分かってきたぞ。だんだん形ができてるよ。もう少しだ。あと一つ。あ、やったあ、あれだ。幻のゲーム。幻のゲーム？じいちゃんなら知ってると思って持ってきたんだけど。これは。ねえ、開けてみようよ。ゲームなんだから実際にやってみなくっちゃ。うん、開けちゃいかん。あ、じいちゃん？大声を出してすまなかった。じゃがこの封印は決して解いてはならないものなんじゃ。これは竜杯、ドラゴンブロックという中国古来より伝わるゲームで、見るのは初めてじゃ。ドラゴンブロック？うん、ドラゴンブロックは大昔、中国の道教を学ぶ風水師が修行の際に使ったと記されておる。風水って、占いの？そう、風水とは大地から発するエネルギーを巧みに生かすための法術じゃ。4000年以上の昔に体系化されていたと言われておる。そのドラゴンブロックがどうして封印されてるの？道教の教えの中に陰陽五行思想というのがあっての、陰と陽、すなわち光と闇のバランスによって世の中の全てが成り立っているということじゃが、もしドラゴンブロックの封印を解いてしまったら、陰と陽が互いに侵食し合い、歪んだ力を生み出してしまうのじゃ。
また千年パズルが。千年パズルにも不思議な力があると言われておる。おそらくドラゴンブロックのエネルギーに呼応しておるのじゃろう。この世の運命をも司る人知を超えた力、そんな力を持ったゲームが存在するんじゃ。むやみに人が触れてはならぬ力がの。いいかな、決してこのドラゴンブロックを上げてはならんぞ。わかりました。人知を超えた力か。でももしそんなすごい力を自分のものにできたら。おいイモリ。あ今日は逃がさねえぞ。逃げられるとでも思ってんのか。ドラゴンブロックの封印が。なんだこりゃ、ゲームか。イモリもゲームが好きだったとはな。面白い勝負だぜ。もちろん金をかけてよ。隣のクラスの水野の話。水野ってこの間イモリをいじめていたやつか。何でも意識不明で入院したんだって。昨日の夜道に倒れているところを見つかって。ねえねえ聞いて、美穂翔くん、今度の日曜日家族で海へ行くはずだったのに近くの島が沈んじゃって。え、知らないの？ニュースでやってたじゃない。おかげで何か不吉な前兆じゃないかって家族旅行は中止よ。さては城之内、貴様のせいだな。な、何？貴様、天変地異で日本が滅べばいいとかほざいておったろう。貴様の邪念が美穂ちゃんの旅行を潰したのだ。責任を取れ。アホか。俺の願いが全て叶うならお前はとっくの昔に死んでるわ。ちょっと話があるんだ。来てくれないか、遊戯くん。宿題を？そうさ、昨日は忙しくてね、宿題どころじゃなかったんだ。これから移している時間もない。だから君のを僕にくれないかな。でも、それじゃ僕のが。僕たちは友達だろ。友達ならそれくらい当然じゃないのか。バカかお前は。そんな奴の言うことを聞くことはねえぞ、遊戯。君には関係ないだろ。口を出すなよ。な、何？さあ早く、約束しただろ、僕の友達になるって。まさか遊戯くん、僕らの友情を裏切るつもりじゃないだろうね。お前のは友情じゃねえ、単なるわがままなんだよ。君もそう思うのかい、遊戯くん。それは。いいよ、もうわかった。イモリくん、君にはがっかりしたよ、この裏切り者。あ、なんだあの野郎。キャー、先生、ジョーナルが先生に追いかけてくる。ほらジョーナル。気持ちよかった。あれ、千年パズルがない。パズルは借りた。もし返して欲しかったら秘密の基地で待っている。闇の使者より。秘密の基地、まさか。イモリくん、いたずらはよしてよ。待ってたよ遊戯くん。パズルなんかいつでも返してあげるよ。ただし僕にゲームで勝ったらね。このドラゴンブロックで。ドラゴンブロックの封
封印を。あれからこのゲームに関するいろいろなことが分かってね。例えばドラゴンブロックを再び封印する方法はただ一つ。ゲームの敗者の心をこの壺に捧げて怒りを鎮めるしかない。心を捧げる？まさか水野くんが入院したのは。そう、僕が懲らしめてやったのさ。今度はお前の番だ。座りたまえ遊戯くん。それではゲームを始めよう。まずルールを説明するぞ。フィールドにはこの地図を使う。そしてこの家と書かれた牌を地図上に置き、そこが陣地となる。ただしお前の陣地は僕が決めることができる。次に箱の中の牌を交互に6個ずつ引いていく。牌には様々な力を持つ竜が描かれていて、同じ牌を3個揃えることで竜を呼び出すことができる。プレイヤーはより強いドラゴンブロックを揃え、2体の竜を召喚し、相手の竜を打ち負かした方が勝ちだ。まずは僕から引かせてもらうよ。とにかく自分の力を信じて戦うしかない。すでに水竜が2個揃っている。もう1個同じ牌を引けば水竜を1体召喚できるぞ。1つ引いたら不要な牌は1つ切る。このゲームは相手の牌の属性に打ち勝つ属性の竜を揃えた方が勝つ。火は金を打ち負かす。金は木を、木は土を、そして水は火を消す。初めてやるドラゴンブロックでどれだけ僕の手が読めるかな、遊戯。よし、これは強そうだ。2つの竜が揃った。召喚。僕も揃った。召喚。遊戯、前のは火竜が2体か。僕は水竜が2体だ。バトル流水撃。そんな。火は水には勝てない。僕の勝利だ。このゲームには恐ろしい特性があってね。負けた方の陣地は天災に見舞われる。でも地図上で選んだその実際の場所にね、つまり東京にだ。まさか、それじゃあの無人島の水没も。そう、そして負けた方の心は、遊戯の心は壺の中に吸い込まれた。僕の友情を裏切った罰だ。何？いつの間に千年パズルを。間一髪。もし千年パズルを奪い返すことができなかったら、俺の心が永遠に闇に葬られるところだった。なんだ、今までの遊戯と全然雰囲気が違う。イモリ、今度はもう一つの俺の心をかける。もう一度ドラゴンブロックで勝負と。もう一つの心、どういうことだ。遊戯には心が2つあるとでも言うのか。どうした、おじけづいたか。まず俺から陣地を決める。いいだろう、何度でも戦ってやる。お前の陣地はここしかない。俺の陣地を海に置いて被害をなくそうということらしいが、お前が負ければ意味がない。今度こそ東京をぶっ潰してやるぜ。俺には嫌な思い出しかない場所だからな。このゲームで俺の心を取り戻さなければ。捨て牌を見れば奴の集めている竜の属性がわかる。ズバリ奴は金竜と土竜を揃えている。だが残念だな、それでは俺には勝てないぜ。よし、2体の竜が揃った。召喚。俺も役が完成したぜ。俺は水竜と木竜。俺は土竜と金竜だ。バトル行け水竜、流水撃で仕留めろ。二度と同じ手は食わないぜ、イモリ。土竜血流金。土は金に力を与え、金は土によって守られる。お前の攻撃は通用しないぜ。
ならば次の一手だ。これは水流が木流に力を与えているのさ。木は水によって育つようにな。このままではドリフは動けない。しぶとい攻撃を続けるんだ。最後の力を振り絞れ金龍。よし、これでトリオは自由になった。地裂隆起。見たか今の。ああ船酔いしたのかな。負けた。そんな。今度はお前が心を捧げる番だ、イモリ。はあ。壺は一つの心で満たされる。俺のもう一つの心を取り戻したぜ。あれ、ここは。あ、なんでドラゴンブロックがこんなところに。イモリの心の中で別の心が生まれていた。ドラゴンブロックを手にして傲慢になったイモリの心、それが今吸い込まれたんだ。イモリも元に戻したぜ。ねえユギ君、お願いだよ、ドラゴンブロックを元の場所に戻すの手伝ってよ。お父さんにバレたら大変だもん。ああいいぜ。これで安心だね。この世には世界の運命をも司る人知を超えた力、そんな力を持ったゲームが存在する。むやみに人が触れてはならぬゲームがの。美穂、学校人気ナンバーワンコンテストに出場することになったの。もし優勝すると憧れのあの人にも会えるから今から楽しみ。憧れの人って誰かって。それはもちろん。そしていよいよ最後のゲーム四天王登場。さらに青年パズルが奪われて大ピンチ。次回大乱戦人気コンテスト。美穂頑張るから応援してね。